なまんだぶつ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 なま昨日はですね浄土真宗本願寺派の滋賀局エチシモソ私ども要はエチシモソはですね本座に団体参拝に行ってまいりましたでまあ当日欠席者は結構出たんですけれども最後で参加してくれはった人については ああ皆さんああ無事に帰ってこられてご応援にあっていただけて大変よろし喜ばしいまあまあ言うたらまあ,あ,あ問題なく団体参拝を終えることができたかなと思いますんでまあほら細かいところはいろいろ問題もあるやろうし影ではいろいろ言われてるかもしれませんけれどもまあと,とりあえずのは何とかなったわけですで今はっきり言ってつ団体参拝の次の日やからホッとしてます。 はい、<laughs> はっきり言ってほっとしてますよかったなと思いますで天気も非常に良くてやっぱご高齢の方が多いですからやっぱ寒かったらとっても気のどこです昨日おとついとかそういった先おとついとかやったらね非常に気温が低くてそういう時に団体参拝の人たちは随分と寒くてつらかっただろうと思いますが昨日は最高気温26度ぐらいまで来ましたんで、えー まあ本当にそうサブーっ震えるような形で、えー、ご法要にあっておられた人は、まあ、あんまりおられなかったと思います。やや肌寒いぐらいのところでね、えーまあ午前中、私は午前中に行ったんで、午前中だったらやや肌寒いぐらいのところで、な、え、ん、ーまあ、とかだったかなと思います。で、えー、午前中の、えー、法要で、越後もその午前中200人、そして、えー、昼からの午後2時からの法要に。 150人の人がお参りされて私は午前中の部でで、えー、午前中の部の人見送ってで、えー、昼からの部の人たちと一緒に帰ってきましたんでまあ朝早から、えー、夕方6時半ぐらいかな6時ぐらいかな、えー、まで、えー、ずっと参加させてもらってはっきり言ってちょっと、えー、ちょっと疲れ残ってますからね、えー、単に動いた動かないいうことはなくてやっぱ気疲かれですよね。 <laughs> まあ気づかれもまあこれで一応は収まったわけですから、ねまあ、よかったかなと思っています。で私が座らしたもらった席なんかはこれもう本当にねまぐれあたりもいいとこなんですよまぐれ大あたりでねほんまかぶりつきのね真正面さ <laughs> 真正面も真正面でそれも前から2列目やからめちゃくちゃよう見えるようなとこでね どうしてこんなにいいところに座れたんでしょうねそれ、ね、<laughs> そんなぐらいあのすごい特等席に座らせてもらいましたよかったですで、えー、ただねあのこれあのちょっと残念なところもあったんですねこれは何かと言いますとですねご心境なんですけどご心境の中で、えーまあ、まあ言うたらあえて言わせてもらいますと 仏教用語多すぎたんですす仏教用語多すぎるとやっぱわからないんですよねだから僕自身もご法話とかする時には極力仏教用語を使わんようにしていますしどうしても使わなきゃいけない時にはやっぱりなるべく分かりやすいように現代語に置き換えられないから仏教用語を使ってるわけだからこの仏教用語はこういうことで、えー、こういう意味です言うて。 えまあ少なくとも説明はしますしでそれでもわからないと思うから理想を言うたら難しい仏教用語を1回お話しするのに1回の法案の中で1回それについてああこういう意味なんやなというようなことをお話をしてそれで自分のお味わいや自分の頂き方を述べるっていうぐらいの1個ぐらいかなみたいな感じに思っていますんで まあ、こんな批判的なことを言うたらあかんのかもしれんけど、まあ、正直言って、まあ、ちょっと仏教用語多す,多すぎてあれでは分からなかったやろうなというふうに、えー、思います。で特にご紋集、ご自身がようおっしゃってるご神教の中でもおっしゃっていたんですけども、まあえー、伝える伝道から伝わる伝道を言ってねこれよくいろんなところに出てくるんですけど伝える伝道ということを言ってた主体が伝える 伝わる伝道言って言ったらこれはやっぱり、まあ、聞く人の立場に立った伝道いうことやからこれは主役は聞く方ですよね。なんで聞く方の人たちがどれぐらいこれあ,れあんなご神教でパパスカや仏教用語出てきてどれぐらいわかるんかな思って思った時にこれちょっと伝わる伝道じゃないよねっていうふうにやっぱりあの感じずにはおられませんでした。 ただね私なんかはああのまあ、一応寺の出身ではないとは言い,いながらあの18歳の時からね親のすね感じて龍谷大学を入れてもらってるわけです。でまあパチンコばっかりやってて結構勉強してないですけど全然勉強してないですけどまあまあそれを取り上げてですねまあ,あの仏教用語なれる機会があったわけです。で そんなんやからうんこう仏教用語、まあ、親しんでるといえば親しんでるんですけど大したことはないんですけどだけど、まあ、とりあえずまあ聞いてるわけでさ先生そんなこと言うてはったなぐらいのもんなんですけどだけどあこれはやっぱり仏教用語乱発しちゃいけないなということを知る機会があったねそれはいつやったかと言いますと。 親戚のお寺の禅禅棒盛のちょっとさん付けがしたりするかもこれがちょっとさん付け出てくるかもしれんけど親戚のおばあちゃんとか親戚の人にさん付けしていいのかちょっとそれはちょっとえこう言葉の中に違和感出てくるかもしれないけどちょっとそれを管理してもらって禅禅棒盛さんっていう人の親戚の禅禅棒盛さんの法話を指名されたんでじゃあさしてもらいますとお話をして。 でそのお話の内容っていうのは「摂取 <coughs> 不斜」っていうところで「えー、十方未塵世界の念仏の主情を見備わし摂取して捨てざれば阿弥陀と名付けたて祀る」っていうゴア、えー、さんのですね浄土和さんの和阿弥陀享さんのご阿さんを用いまして御三代として。 で接種不赦のところについて5作を交えてお話をしまして15分20分ぐらいかな15分ぐらいのお話をしましてでまあ言うたら鉄板中の鉄板中の鉄板みたいな話ですでその鉄板中の鉄板中の鉄板みたいな話終わってであとでそこのご住職ですね言うたら喪主さん。 亡くなった人からしたら息子さんですけども「えー、何言わはったか」って「さっぱりわからんか」って言われて「何言うてはるかさっぱりわかりませんでした」って言われて「へえ!」と思ってねでこの人は、うんまあ、高校の理科の先生をやってはったという住職さんなんですけどうだからもちろん龍大の理工学部とかそんな時は影も形もないああそうか、えーっとね、私とかは十いくつ上の人なんで。 そんな時に隆大の理工学部なんかの形もありませんから国公立大学の理学部か農学部かなんかを出て理科の先生をしておられてでまあだからそんな仏教の教育っていうことはそこまで受け取られないのかもしれませんけどまあ学力そのものは十分高くてかつ まあね、教師まで本願寺の教師を取得して住職をさんやってはってでまあご法案も聞いてはるわけだからその人がですね、えー、まあ言うたら寺の息子さんでもあるし小さい時からまあ分かってるかどうかとりあえずお,せお説教聞いてはったと思いますから。 これで、鉄板中の鉄板中の鉄板みたいな話、何言うるか分かりませんでしたよって、藤岡さん何言うるか分かりませんでしたよって言われた時、えらいショックでね。<laughs> おかこしいのこんな話で、なんでそんなに難しいあのこの人からそんなこと言われるんだろうと思いましたけれども、しかしやっぱり現実を受けられなきゃしょうがないんで、でそうすると、 かなりよく毎回毎回ご法座にあの出てはるようなご門徒でもそんなにたくさん仏教用語をご存じないということが分かりますんで,で、えー、そう,いうそしたらね一般的な滋賀教区の大見門徒と言われるような人である程度高齢である程度真面目にご法美は聞いて聞きに来てくれはるような人でもそこまで仏教用語と分かっておいでにならないなということが分かりますんで。 だから僕はそれからなお一層目 <laughs> 仏教用語を使わないようにしてるんですがで今もでさっきも言いましたけど仏教用語を使わなと時はこれそれを中心にして40分なら40分ぐらいそれが本当に、えー、こう本当に、まあ、腹に落ちるようなぐらいに。 一個の仏教用語を説明しつつお味わいを述べるみたいな形にせんないかんな思ってで、えー、そういうふうに心がけてるんですでそういうぐらいでも分かってくれはるかどうか分からないと思うんですけどもやっぱりねちょっと仏教用語とお正月の言葉にあの頻発されるとねやっぱりちょっとあの そ,そしてその本人がですよ伝える伝道か伝わる伝道や言うて言うてはるやったらどういうことなんでしょうねっていうふうにやっぱり思ってしまうんでここはですねやっぱりもし考え直してくれはったらええなと思いますはっきり言ってそう思いました。で、えー、さてそんな時に何が一つの練習になるかなあ <laughs>、ね、こう仏教用語使わんでもしゃべる喋れるようになる。 えー、練習として何があるかなと思った時に私はなあの自分で英語で法話するだけの力はないんですけどもやっぱり英語で法話を読むっていうことは今はそこまでやってないんだけれどもやっぱり意味あるかなと思いますね。英英語語でで、えー、できる人はもちろん英語でしゃべって 法話されたらいいいと思いますけどそこまでの力がなくても英語で法話をこう読むことができる人は多いと思いますから英語でですねあの法話を読んどったらああこういうふうに表現したらいいんやないうことが分かってくるかなと思うんですよ。えー、浄土真宗が海外で布教するようになってから楽に百何十年か経ってるわけですから。 でその間に英語で浄土真宗のご聖行をこう語るっていうことについてある程度の知識の蓄積があるわけやからでそれをこう用いていったら仏教用語をどんなふうに英語で訳しておいでになるかっていうことが見えてきますんで,でそしたらあなるほどこれ仏教用語必ず使わんでも表現できるよねっていうことがやっぱ見えてくると思うんで。で えーね、伝わらなきゃしょうがないんでやっぱりそこはやっぱりねあのそれが一つの練習になるかなと思っています。で、えー、昨日なんかは御法はお御堂の中の御法話があ静岡県の南條治先生って方なんですけどこの人なんかは典型的にそういう人で、えー、やっぱ英語を用いて。 え英語喋らはるわけ、えー、その普通の日本人やからもち普通の日本人向けにもちろん英語でしゃべらはることはありえないわけですけどもやっぱりあのこう英語で仏教を読んでは仏教を伝えるっていうことをされてるし今も英語を教えてはると思いますんでそれが法案の題材として、えーこうねえー、英語でえ えー、こう英訳されたものについてこんなことはありましてねって,言ってお話をされることが多く昨日も、えー、そういったことも少しお話になってたと思いますけどあ今英語を教えてるんやっていうような話をされてましたけどもあの南條先生の話なんかはそうやって、えー、こうお違う言語でもって英語に、えーまあ、伝道もされてると思いますし読んでもたくさん読んでおられると思いますからそれがやっぱり非常に良い。 えー、なんていうかねあの法話の中身を非常に素晴らしくしておいでになるところがあるなと思っていつもその南條治先生のご法はね昨日も聞かせてもらって素晴らしいなあいうことを思いを新たにしましたし皆さん方これ聞いてくれはる人も静岡の南條先生のご法は聞,聞かはったらよろしいなとそんなふうに思います。で えそんな形でです、ね、やっぱり、うん、やっぱ伝わっていく伝,伝わっていく伝道というのは大事かなでその時にはやっぱり、えー、仏教の仏教用語の使用というのはよほど考えて、えー、やっていかんなあないうことをまあこんなこと言いたいかんかもしれんけどやっぱりあのどうしどう歌ってやっぱり五門、えー、主の影響力というのは当たり前ですけど多大なんで。<laughs> ものすごく影響力極限まで影響力持ってはる人やからそういう方には特にやっぱ考えてもろってで、えーね、お話をしてくださったらもっと良かったかなということを思います。で、えー、まあ私の、ね、お,お先かしてもってあと午後の人たちを待ってる中で、えー、こう。う 本座の中で何時間か過ごしましたけれども、えー、お茶どころで、えー、渡辺先生、若林先生、えー、そういった方々が15分ずつ短い法話を聞かせていただけましてお話になってて、でああいう機会というのはやっぱりやっぱりたくさん持ってかなきゃいけないなと思いましたやっぱり馬鹿踏んでいく自分もなんかは若い時はそこまで機会がなかったんで 私らがであの住職家庭も行ってないんであ若い時にああやってどん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 やっていっておそらくあれ4人で回してはったから後でみんなで公表、えー、し合ってでここは良かったここは悪かったということをみんなで公表し合ってでお互い高めてはると思いますね。 で、ああいったことをやっぱり <laughs> 自分若い時にもっと機会があったらよかったかなぁと思って、えー、羨ましくそして若い人たちのご法を聞かせてもらってありがたく頼もしく思わせていただきました、ねえー、そんな形でやっぱり、えー、多くの人にお念仏の教えを、えー、聞いてもらえるということをね、えー、こう努力してやっておられて素晴らしいなと思いましたで えー、そんなことですからちょっと批判がましいことも言いましたけれどもそ、うんえー、やけどもやっぱりあの、ね、これからも、えー、西本願寺教団を、えー、引っ張っていってもらわない人やから、えー、こう今の御門主催に対する要望みたいなこともお話させてもらって、えー、そんなおまんなんか100年早い言って言われるかもしれませんけど。 そういうお叱りも受けながら受けるかもしれないけども感じたことを話してさせてもらいましたせ最後の無事に団体札が終わってまあ祖長としてはホッとしてます <laughs> ゆっくりしてますありがとうと良かったなと思いました。こ、はいまあ、この話はこれで終わります